皆さんこんにちは、大和田沙羅です。本日はベイゴルフクラブに遊びに来ております。はい、皆さんこんにちは、レッスンプロの高橋由紀子です。はい、高橋由紀子プロ、私普段、由紀子さん呼ばせていただいてるんで、今日もちょっと動画内で由紀子さんっていう形でお話ししていこうと思うんですけど、由紀子さんが今年の由紀子さん、由紀子さん、由紀子さん、ゆきこさんが、今年の3月11日にゴルフスタジオオープンされて、このベイゴルフクラブですね、遊びに来させていただいて、ベイゴルフクラブのチャンネルでも撮影をさせていただいたんですけど、今回初めて対談形式っていうところで、お互いにもうレッスン歴は本当に長いと思うんですけど、私はもう9年ぐらい、ゆきこさんはもうレッスン歴どれぐらいですか？でも10年ぐらいかな。おー、じゃあ、大体同じぐらい。同じぐらいだ。はいはいはい。実はですね、あんまりこう、私、ゆきこさんって、同じ動画に出たこともないと思うんですよ。そうだね。で、初めてじゃない？いや、本当に、ね。で、インスタグラムとかでも、常にこう、イエーイみたいな写真とかは載せたことないんですけど、実はですね、もう会って9年ぐらいたんです。ね、本当に。で、何気に結構ご飯食べに行ったりとか、そうね、結構合ってるんですよね。あの、同じ仕事をしたりとかね、はいはい、この仕事でも会ったりとか、ね、まあ、プライベートでも会ったりとかしてるんですけど、結構その中で2人で結構いろいろ話になるのが、やっぱレッスンしてるお客様の、悩みとかって被ってるところ多いんじゃないかなと思いまして、で、本当にね、私もレッスン9年ぐらいやってて一番多いのがスライス、あ、スライスね、はい、スライスは多いよね。スライスでお悩みの方すごい多いんじゃないかなと思っておりまして、だいたいゆきこさん年に何百人もレッスンされると思うんですけど、スライスでお悩みの方にこれだけは絶対言うっていう、あ、ありますか？スライスの方は、はい、そうだな、いろいろあるんですけど、まあ、アドレスとか、はいはい、軌道とか、フェースの向きとか、はいはいはい、その3つをもうこのセットで言います。アドレス、フェース軌道、スイング軌道、もうスライスってこの3つで起きるですよね、単にボールがスライスしてるんじゃなくて、アウトサイドインだからとか、フェースが開いてるからとか、構えがちょっとかぶってとか、だから本当にスライス直したい方って、この3つの基本要素をやっぱこの1つずつ潰していくことによって、ドローを打てるようになると思うんですよね。え、そうだよね、その3つだけだね。いや本当に、だからいろんなそのスライスを直すレッスンチャンネルとか動画あるんですけど、この3つを直すためのレッスン動画見るのが私一番いいんじゃないかなと思っております。なんかそのいろいろ、なんだろうな、動画とかがたくさんあるから、はい、すごい迷っちゃったっていう生徒さんもすごい多くて、最近しかも今って本当すごい時代じゃないですか、もう私が小中の時って雑誌買ってゴルフレッスン勉強してたんですよ、内容、でそれ見てやる、今無料でいろいろできる何でも見れるもんね。 SNS が本当すごい、YouTube 動画、YouTube ショート、TikTok、Instagram、 何個あるんだろうね。いや本当すごいですよ、でこれたくさんこれで勉強もできちゃうんですよ、検索もできちゃうんで、先生いらないんじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけども、これだけは言いたいことがあって、果たしてそれが自分に合ってるかっていう、それですよね、それですよ。これいっぱいあるじゃないですか、本当に何百通りスライスの直し方に何百通りありました。でもご自身のスイングに合ってるかどうかっていうのが本当にめちゃくちゃ大事ですよね。そうなんです、だから例えばそこをピンポイントでやってしまえば、まあ、そこをピンポイントで直してしまえば、まあ、ドローが出るとか捕まってくるんですけど、ちょっと遠回りになってしまう方も多いんじゃないかなと、この時代。
多いと思います実際本当に、はい、なんかその動きはできてるんだけどスライスを直すためにはこれをやりましょうっていうのを見ちゃったからさらにやっちゃうみたいなそれでおかしな動きになってしまってる方とかも多いので見極めはいはいはいなので、うん、なんか習う先生例えば、うん、ゆきこさんに習っているお客様の方が、うん、ゆきこさんのインスタグラム、うん、YouTube を見て、うん、勉強する、うんうん、でその勉強した中で、うん、自分のせいで見てもらって、うん、この動きやっていいですかとか、うん、そういう質問をしてやっていくのが一番いいんじゃないですか、うん、いや本当そう思うはいもういろいろなものがもう AI になっていくと思うんですけど、うん、こうゴルフのレッスンとかだけはやっぱり会って伝え、うん、会ってしか伝えられないこととかこう見ないとわからないことっていうのがあると思ってて、うんうん、なくならないんじゃないかなと私は思ってるんですよ私もそう思いますその先の部分っていうのはやっぱ生身の人間じゃないとわからないところがあるんじゃないかなと思います、はいうん、いやもう本当にすごい時代ですよいや本当すごいです ねだから、うん、こういうトラックマンのブースも、うん、ベイゴルフクラブにあるんですけども、うん、自分で打ったらデータがもう30個ぐらい出てくるんですよ、うん、数値で、うんうんうん、で自分の動画も見れちゃうし、うん、LINE も引けるんで、うん、昔ってこういう動画分析ってこういうちっちゃいカメラで撮って、うん、そこにこう引いてとか、うん、そういうレベルだったらこの大画面で確かに一人でもできる、うん、で分析はやっぱり一人でもできる時代なんで、うんうんうん、ですけど、まあ、あとは習うっていうねこれが一番私は早いしら大事なんじゃないかな、うん、まあ早いと思う、はい、私も、うん、思っててなんかその自分一人でもいろいろ見ながら成長できると思うんだけどなんか他の人に聞くことによって新たなヒントとかも得られると思うしなので多分一番解決なのは、うん、まあ動画を見られて勉強されるじゃないですか、うんうんインスタグラム、YouTube、SNS、雑誌、うんうん、でそれを見てこの動き取り入れたいなっていう時に、うん、まあゆきこさんに習ってたり私に習ってくださってる生徒さんがいたら、うん、一回聞いてほしいくらいですか、うんうんうん、この動きやってみて大丈夫ですか合ってますか自分の振りに合ってますか、はい、とか、はい、それを一回挟んだ方が遠回りせず、ね、自分が行きたい場所、うん、なりたいスイング、うん、目標、うん、達成するのは絶対に速くなるっていうふうに思ってるのでぜひですね、私ゆきこさんのレッスン受けに来てください。ぜひ来てください。はい、いやでもね、そうですよね。うんはい、もうちょっと喋っていい？はい、あのさ、でその YouTube とかを見て、で自分にはこれが足りないから、あこれをやったらいいんだなって、やることは合ってる、選択は合ってる人がいる。うんけど、あ、どんな感じでやってますか、ちょっと動いてみてくださいって見ると動きが違う人とかもいない。わかる。やってることは合ってるんだけどその動きがちょっと違うみたいな。わかります、うん、これって、うん、お客様スイングされるじゃないですか、うん、そのイメージでスイングされるじゃないですか、うんうんうん、でも動画で見た時に、うんうん、果たして自分のスイングのイメージとこれが合ってるかっていうところなんですよね。それをそのまま見たまま続けちゃうと、動画で見たところだと自分のイメージ結構離れてるスイングで進んじゃうみたいなことですよね。そうそうそういうことです、うん、こうゴルフのレッスン受けることも大事ですけど、うん、自分がやりたいスイングをやった時の自分の動画を見て確認、それも結構重要ですよね、うんうんうんはい、やっぱ感覚、自分の感覚と実際の動きがどうしてもゴルフの場合変わりやすいので、まあ、できれば動画を撮りながらこう合ってるかなみたいな確認をしながらやってあげるのがいいですね。いや、私実はゆきこさんと会ってゴルフの話全くしないんです。確かに今日初めて確かにこんなにゴルフの話して本当にしたことないんですよ。あの、ね、プロゴルファーの人でランチに行ってゴルフの話する人とかも結構いるじゃないですか。夜ご飯とかマジでしないんですよ。しないよね。確かに本当にしない。そうだ、今日初めてゆきこさんとこんなゴルフの話
9年経って最近格闘技のやつが趣味で、そうなんです、朝倉未来の試合があるんですよとか、これ PPV で未来が今負けちゃってとか格闘技の話多くないですか？そういう話がね、最近多いですよね。多いよね、はい、初めてのゴルフの話でしたね。いや、初めてゴルフの話しましたよ、うん、まあでも本当にちょっとね、インスタグラム、YouTube ちょっと見すぎてスイング悩んでるっていう方は、うん、ぜひ一度、まあ、ご自身の一回スイングを見るビデオを撮ってフィードバックしたりだったりとか、ぜひお近くのティーチングプロの方、うん、レッスンプロの方に、習っていただいた方が早いっていうふうに私たちは思っておりますので、ぜひですね、そのような形で進めていただければいいかなと思います。ゆきこさん、今日は貴重なお時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。こんなね、貴重な、初めてこんな真面目にゴルフの話をしました、はい、こんな動画も面白いなと思ってくださった方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします、はい、また、このような形で、ゆきこさんの動画も配信していきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。